はい、では、自己紹介をお願いします。新生ボクシングジムプロボクサーの小林豪樹です。よろしくお願いします。お願いします。1998年12月11日の23歳です。はい、はい、ボクシングいつからやられてるんですか？ボクシングは、中学校2年生の終わりぐらい。はい、始めたきっかけって何ですか？始めたきっかけは空手やってて、はい、こう将来性どうするかってなった時に、まあ、ボクシングの方がいいんちゃうかって。空手はいつからやってたんですか？空手幼稚園の年長から。あ、もうずっと。はい、そこから中学でボクシングに。中学ボクシングやったんですけど、まあ、はい、あんまりちゃんとはやってなくて。はいはい、なるほど。大学は芦屋大学のボクシング部に所属、はい、されて、はい、その時、同じ新生ジムの大橋くんと、はいはい、穴口くんはまあ一緒の部活だったと。はい、そうです。はい、もうその頃から仲良くっていう感じですか？そうですね、大橋の方は結構、ね、最初から仲良かったです。はい、穴口くんもまあ大学、大学の途中から。途中から、はい、あ、どうですか？まあ、ボクシング自体はずっと、はい、尊敬してたんで。あ、なるほど。はい、アドバイスない。言うわ。僕言えることはないです。できたの？ないっす。強いです。何も強い。全部ボディ。多分思ったより痛かったもん。もうちょっとこう強く当てられたから、ね、うまいわ。あんなボディで。これまあそのボクシングを中学から始められて、まあ、芦屋大学ボクシング部行って、いつ頃からこうプロになろうと意識したんですか？いや、もうボクシングこう始めた時から、まあ、やるんやったらプロは絶対行こうかなと思ってたんで。はい、ありがとうございます。まあ、今回9月、25日ですね、神戸の三宝ホールでプロ4戦目の試合があるんですが、はいはい、去年の6月に、まあ、B 級デビューしてから、3戦3勝中でうち 2KO と、はいはい、かなり、まあ、KO 率も今の試合の中で高いと思うんですけど、はい、今回の試合はどういった、まあ、試合展開になると思いますか？そうですね、できれば長いラウンドをこう戦ってないので、こう経験として戦いたいと思ってるんですけど、まあ、いけるってなった時はもうこうバッていこうかなと思ってる感じです。そのあたり、今回どういう戦い方をするかというのが一つ注目、はい、対する青のグローブ、S&K ジムの大谷一本入った、いきなり伸び、大橋選手からの解説ありましたけども、早いですね。早いですよ、はい、ダウンを取ってからもその距離を一気に詰めてパンチを繰り出す小林、右に発目、やばいな、この第1ラウンド、早くも2回目のダウン。今はこう2回ダウン取ってあれですけど、はい、やっぱりこう8ラウンドあるんで、はい、小林にとっては右、強烈ガードの上からでも効いているか、ダウン、そしてここでレフェリーが止めました。なんとなんと A 級初戦第1ラウンドで試合を決めてしまいました。早いな、ボディーかな。今回の試合の意気込みをお願いします。そうですね、しっかりこう練習してきたことやって、まあ、最後こう倒せて勝てればなと思います。はい、ありがとうございます。豪輝くんは外国人選手と試合したことは？いや、もう初めてで、はい、今回まあどんなこう印象ですか、対戦相手は？そうですね、結構こう動画見て体強くて力強いパンチ打ってくるんで、こう外国人特有のこう遅れて打ってくるような強いパンチ、はい、それだけ注意したいです。なるほど。はい、
ゴー、今後の小林くんの目標はありますか？そうですね、とりあえず今回勝ってランキング入って、でどんどん、まあ、上の強い選手とやっていって、で来年か再来年にはボベルトを挑戦できればなと思います。はい、はい、これを見ている、YouTube の視聴者の方へメッセージをお願いします。はい、で、まあ必ず試合に勝ってランキング取って、もっと上へ挑戦していけるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。